建設産業は私たちの日々の暮らしや将来の発展を支える大切な仕事。そんな熊本の建設産業を担う若き匠たちがいます。熊本工業高校土木科は測量、土質、土木施工、構造設計など土木技術の基礎を講義だけではなく実習、製図、課題研究を通して体験的に学び、土木分野のスペシャリストを育成しています。その中で土木の匠を目指しているのが3年の堀田伊吹さん。土木科はその結構現場実習とかそういうことが多くて、やっぱ自分の目で確かめて見るのがやっぱ自分の中では新鮮で、やっぱいい経験できてるなと思って、それが一番自分では好きですと語る彼ですが、大変なこともあったといいます。熊本工業は部活も結構大変で、その両立っていう面でちょっと大変なところもあったんですけど、やっぱ一番はメリハリをつけるところがやっぱ自分の中では大事だと思ってて、その部活だけやっててもやっぱ将来にはなかなかつながらない部分もあると思うので。将来に向けて取得を目指す資格とは、2つあるんですけど、今は測量士法っていう国家資格があって、それを取得を目指して今朝霞会とかやってます。もう一つは2級土木施工管理技士法。この2つの資格取得で目指すものは、この学校で学んだことを生かして生活の一部である道路を作って道路ドクターになりたいと思っています。目指せ熊本の若き匠たち。